宝冠町商店街宝冠町商店街は、岡山県岡山市北区宝冠町周辺にある商店街である。江戸時代は、城下町外れの在京町であったが、明治新時に商店街ができる。職を失った武士が、藩から与えられた宝冠金を元手にこの地で商売を始めたのが、その起源で名前も、このことに由来する。岡山駅、西口周辺の西口筋から、 島田筋を越え、国道180号線に至るまでの全長約1キロメートルで、ある。厳密には、国体道路で分断された、宝館町1丁目周辺を含み、また宝館町1丁目、宝館町2丁目が、宝館町商店街で、島田筋を挟んだ宝館町3丁目、宝館町4丁目は、西宝館町商店街である。また、これら全区間は、 山陽道急街道の区間部分に相当する。宝館町2丁目全体と宝館町3丁目の一部にアーケードがある。宝館町1丁目の山陽本線と津山線を挟んで東寄りに山陽急街道の続路に相当する高楽園通りが伸びている。ただし宝館町と高楽園通りの間に存在した満潮踏切が廃止されており、 山陽道級街道としては現在は分断された形になっている。表町商店街と比較すると食料品店や雑貨店など地域生活に密着した店が多く休日に比べて平日の方が賑わっている。公立の小中学校に通学する場合、学区は次のように指定されている。様々な飲食店が商店街周辺にの木を連ねており、ボイス十一や タウン情報岡山をはじめとする地元メディアによく取り上げられる老舗有名店が数多く存在、集中している。一時期はシャッター外化が問題となっていたが、現在はわずかではあるものの新規開店の店舗が増えている。現在、商店街の中には大型各店舗は存在しないが、地元スーパー、富士浦が、 宝冠町2丁目の南側と宝冠町4丁目の北側に店舗を構えている。また山陽プレジャーの陶器場本店も、この商店街の中の1店舗である。また宝冠町2丁目のアーケード通り内に、岡山木村屋が店舗を2店構えている。岡山駅西口から徒歩4分。ありがとうございます。